えー、裏金の問題派閥の問題そして自民党はどうなっていくのか詳しくお話を聞いていきたいと思います、えー、自民党の安倍派に所属されています参議院議員の太田夫妻さんです東京からですね太田さんどうぞよろしくお願いしますはいはい、はい、こんばんはよろしくお願いします,しいしますはい今日はあのこういうね あのしっかり説明する機会を与えていただきまして、ありがとうございます、はいはい、あのぜひあの、太田さんの説明も聞きたいし、こちらの疑問にもです、ね、ぜひあの率直に答えていただけたらなと思っております。はい はい、でははいあの紳士にお答えしたいと思います。はい、大、えー、田不才さんですけども選挙区大阪ですね。えー、そして、えー、当選2回安倍派に所属されています。はい、で今日いろいろと伺っていきたいんですけども安倍派解散へというお話、今後の自民党の話、そしてキックバックはあったのかという話聞いていきます。まずはこちらですね。はい、えー、自民党安倍派ですけども逮捕者が出ました。そして谷川議員、尾野議員は略式起訴在宅起訴立件されています。そして先週の金曜日。 驚きましたけれども、はいえー、塩谷雑賞が清和会安倍派を解散すると表明しました、えー、所属されている太田さんはこの安倍派の解散現在どういうふうに受け止めていらっしゃいますかはい、あのー、非常に寂しい部分もはっきりあの正直言ってあります、うん、そして、あのー、大野原にねボーンとあの掘り出されたあの気分はあるんですけれども、うん、しかし今回ですね あのこうした政治不信、国民の皆さん、府民の皆さん、自民党何やってんねんというあの政治不信を生んだ、まあ、あの発信源になってしまいましたから、うんえー、金曜日の決定、つまり、えー、派閥を解消すると、解散するということについては、あのお妥当な 結論だ妥当と,、うん、とおっしゃいましたけれども、太田さん自身はこの派閥の是非、あった方がいいのか、いや、なくても大丈夫じゃないか、そのあたりはどういうふうに考えていらっしゃいますか、あのー、私は個人的には、ですね自民党にはあの政務調査会とか、はい、人事局とか、経理局とか、しっかりした組織がございます、ですから自民党本部がしっかりガバナンスを聞かせれば、あのー、政策集団としての派閥、 がもしなくなっても、ガバナンスをしっかりさせることによって、あのこれはあの機能の回復は可能だと思っています、うん、ガバナンスがしっかりそしてそれをやることが、はい、あどうぞそれをやることが、ですね、うん、国民、不民の皆さんに対する自民党への信頼、あるいは政治への信頼を取り戻すことにつながるというふうに思っています。 あの派閥同士で話し合って政策を決めているのではありません皆さんよくご存知のように政務調査会というのが党の中にあってそこで議論をして全員が参加をする形で一人一人が違う意見を述べることもありますけれどもそこでけんけんがくがく議論をして最後決まったことはみんなで一緒に政府にそれをお願いして政策に変えていくこれが自民党のやり方なんです。 でもちろんその前に政策集団としての派閥でお話し合いをすることはありますけれども私はあの自民党本部での政策作りに大きく関与する例えば今も内閣第一部会長というのをやっておりますそちらの機能で十分代わりは果たせるしむしろそちらをブラッシュアップすることによって、まあ、あの派閥の、まあ、デメリットをカバーしていく方が私はあの自民党のためになると。 いいうふうふにに個人的に考えてます、はい、あの安倍派ですけども98人、えー、無派閥ということになりますけども、えー、太田さんは今後どうされるんですか、はい、無派閥のまま行くのかそれとも他の派閥に、うん、入ることがあるのかそれとも新たなグループを作るのかそのあたりはどのように考えてま,すかまだあの派閥を解散するということが、まあ、全ての派閥に及ぶのか。 それともあの一部だけに終わるのか、えー、そこのところはまだ決まってません、うん、決まってませんけれども、あのおそらくですね、あの政策集団としては一定のものがまたできる機会もあるかと思います、ただ今はここは一回真っさらにして、うん、そこからもう一度出直すということが自民党には求められていると。 私は思いまますすこれは太田さんねすいませんねせ、えっと、私が聞いた自民党の関係者に聞くと、はい、参議院の側はすでに参議院でまとまってある程度その安倍派参議院のグループはね、はい、まとまっていこうというような話に方向性になっているという話も聞くんですが、はいはい、その辺はどうですかまだそういう話は一切出てきていません。はい、はい、あのーあ 私にも何もまだお話ございません。わかりました。はい、あのまあ政策を議論していくという上ではまああの派閥があった方がいいんじゃないかということもわかるんですがあの私たちがですねやっぱり一番その不信感を抱いているのはお金なんですよね。 その裏金とというところなんですけどもそ,、ね、そこがなんだかよくわからないであの、太田さんせっかく出演してもらうので太田さん自身のお金の話もちょっとさせてもらいたいんですけども、えー、っと派閥からのキックバックどうだったのか、はい、2013年、2019年と2回選挙があって当選されています、でこれは太田さんから提供してもらった情報なんですけども2018年が40万円2019年参議院の選挙がありました、この時158万円2020年が16万円、これは修正記載をしたということなんです。けども、はい、キックバッククバが たとでこれは太田さん、記載をされたということですかえとです、ね、あのちょっと詳しく申し上げます、あの私があのしっかり認識しているキックバックは2020年の16万円だけです、でそのときはです、ねえー、清和会の側からは領収書はいりませんというふうふに言われました。 つまり記載しなくていいですということなんだろうと思いましたけれども、私ども事務所は悩みに悩んで、あのやっぱり記載すべきだとで国肉の策として、パーティー収入として記載をさせていただきました、えしかしです、ね、あの政治資金規正法上はこれは寄付だから、それであの記載を修正することにいたしました。うん、えその前の前年年と19年は あの派閥からはいただいたことになっているんですけれども、私はその認識は実はないんです、あの秘書からもその報告がありませんでした。 しかし、派閥は私,だと私どもの事務所に渡したと言っている以上私はそれは認めざるを得ないだろうということで、うん、あのここにも紹介をさせていただきましたですから私が認識をしていないということは記載も記載のま,まになっているということに他なりません、はい、この点については反省をしていますしっかりと注意深く見ていくべきだったと。 思っています、はい、あの太田さん、ね、そこは、ね、よくわからないんですけれどもあの世耕さんも西村さんも、はい、あのそういう趣旨の話をされてますよね、会計責任者がやったと、で僕は全然知りませんと、はい、そんなことがあるのかなって、はいうん、私たち一般人の感覚からしたらいやいや、ご自身の会計責任者がやっていることを、なんで国会議員のご自身が知らないんですか、それがね、おっしゃる通りだと思います。 あのー、私自身も、あのー、慎重さが足りなかったということは反省をしていますけれども、またですね、先週の、あのー、清和会の総会で、あのー、慣例だったからという説明が幹部からなされた、それに対してはです、ね、多くの議員が反論をしました、慣例だからということで、我々はあは、のー、そのミスリードが。 大きくあった中でのまあ今回の出来事だったわけですねもちろん私たちも連帯責任を負ってます同じ責任だと思いますしかしですねその連あの慣例だからというところをしっかりと大派閥として見直してこなかった逐次本当にこれでいいのかということを本当にみんなで話し合ってこなかったそのことについてはですね心からお詫びをしなきゃいけないし、うん、幹部の皆さんにも私どもはっきり言いました あのただざる点が多くあったとこれで政治不信を生んだんだったらここは大いに反省をしてだから私は政治刷新本部にも入ったんです、うん、あのいろんなことをご批判を受けているのは知ってますけれども政治刷新本部で、えー、派閥でできなかったことをしっかりやっていこうとこういうことで入らせていただいたというのが経緯です、はい、でその太田さん、もう一つね、すみません。我々は我々が知りたいのは、はい、そのはそじゃあ 派閥が渡したと言ってる、はい、ここだと158万円ですか、うん、これは一体何に使われたのかってことですよ、はい、一体どういう形で使われたのかっていう、はいあのー、よく言われるのはですね本当にあの、あのー、事務所を切り盛りしようとすると、はい、人件費や、えー、そして事務所費代が本当に足りなくなるんですね。はい、あの政治、あのー 政党交付金だけでは足りなくなってパーティーを開いているというのがあの実態なんですけれどもえそれで派閥のパーティーで収入として得られたもののうちまあ私は2019年は選挙の年でしたから全額返ってきたというようなことだそうですで。のそのまあ行計万円は まあ、あの広く言えば政治活動ですけれども私も日々、ビラを作ったり、うんえー、それから国政報告を府民の中の皆様の支援をしてくださる方々にお送りをしておりますそ、はい、そこに使わせていたただきましたそうすると,、ね、それともう一つ、ね、その私が何人そのここでも何人か証言されているのは、はい、地元に戻ると地元の票の取りまとめをするような有力な人。うん それはもしかしたら地方議員かもしれないけどそういう人たちがいわゆる金をせびってくるとあんた手ぶらで来たんかいと言って、はい、せびってくるみたいなことがあるということは何人もが言ってるわけですけどもそういうことは太田さんの場合その払ったか、はい、太田さんが出したかどうかじゃないですよせびられたような経験はおありですかあの背びられたとかそういうことではなくてですねあの実際に政治活動をすれば。 車一つ動かすにもビラを配るにもそれは実費はかかりますですからその実費の部分についてやっぱり手当てをしてほしいという話はあのいただいたことはありますただ、せがまれたとかたかられたとかそういう言い方は少し地方議員の方々に失礼じゃないかなと私は思っていますあの実際にですねただ、政治家はあのただ働きっていうんでしょうか 機品を持って、えー、行動しなさいということは分かっていますけれどもやっぱりです、ね、日々お金がかかるそのことに対してです、ね、一定の配慮をするのは私はあの国会議員としては必要だとあの説明のつく範囲で必要だと思って活動してきました。うん えー、そしてですね安倍派、岸田派、二階派、まあ、それぞれ解散へということですけども麻生派、茂木派そして森山派は、はいえー、今のところお解散という話は出てきておりません。まあ、今回のこのこ 解散でですね政治の信頼回復はできるのかそして今、の太田さんはあの刷新本部のメンバーでもいらっしゃいますけども今後、この対策ねもうどうやったらあのこういったことがもう起きないのかどういうふうにしていけばいいのか具体的に何かお持ちですか、対策は。やっぱり一番大切なのは政治資金規正法の改正だと思います。で今日も刷新本部の 役員会と平場平場といって皆さんが集まる会議がございましたけれども、はい、そこでも一番あの強調されたのがこの今回は派閥の問題というよりは政治と金つまりあの政治資金規正法がしっかり守られてこなかったこのことによるものだからそこで例えば政治資金規正法に違反した人には厳罰を科するとか、うん、あるいは あの今おっしゃったように、えー、秘書さんのせいにするのではなくて自らが責任を取るそういう法律に変えていくとかそういうですね、えー、実効性のある政治資金規正法に変えていく今度の通常国会でそれを議論していくということが一番大事だというあの議論が主要なものでした。うん、そしててまた派閥についてもですねあの 今、2つの派閥がまだ残るというお声も私も聞いておりますけれども、きょうあった議論は、総理が本当に心から魂を込めて、自民党を再生するために大決心をして、派閥を解消するんだということを決心されるんであれば、われわれはついていきますと、ちゃんとやりますという意見が、私は大半であったように思います。 ちょっと映していただければありがたいんですけどもこれ平成元年にです、ね、作った政治改革大綱なんです、はいはい、この時リクルート事件が起こってこれで派閥を解消するということがこの中で大きく決められた,決められたのにそれができなかった、うんうん、それが今回の原因というか直接の原因だと思うんですねですから、この時我々が真剣に議論をして決めたことがなぜできなかったのか。うん 今度はやるぞというふうに岸田総理が本当に思われるんだったらわれわれはついていってそしてあの国民の皆様の信頼を少しでも政権与党である自民党が回復できるように最大限の努力をしたいと思いますはい、あの刷新本部ですけれども25日にも中間的な取りまとめがあるということですけれども今あの 太田さん、ねはい、ご自身でおっしゃったその実効性のある対策、これ、ぜひやってください、あの約束をしてくださいい国民にはい、政治資金規正法の改正はもとより、うん、自民党本部のガバナンスの強化、そしてできるだけ公平にあの政治とお金があつあの集めあの扱われていく、うん、そしてさらにはです、ね、人事権についてもです、ね、はい、公平な立場からこれ決めていかないと、 いけないというのが今回の事件の大きな原因ですから、え、うん、そこのところをすべて整理してきちんとあのしたものを国民におお示しできるようにあのこれから中間取りまとめ、そしてその後の詳細な検討立ち向かっていきたいと思います。わ、うん、かりました。えー、この時間は太田不才さんにお話を伺いました。太田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。